ちょ、おゆずみかわいいね。もう今日これで終了ね。違いますか。じゃあ参りましょう、しゃべりまたみらじおまけのコーナー。さあさあ、お疲れ様でした。盛り上がったね、本当に今日もね。ありますね。そう、トゥートゥーミアドリブが効いて本当に素晴らしかったね。見習いなさあなた、全くアドリブがいかなかったけれども、ね、でもね、でも今日 あの大好きなプロレスも語れたし、ね、すごいね、状況でありましたけどね。さあ、そして今夜のスペシャルゲスト、トゥートゥーミに拍手。そして、カグルスのリアクションした方、お願いします、視聴者の皆さんに。はい、皆さん、応援ありがとうございます。それでイラハイ、そしてエミアリ、どうぞ。今からもよろしくお願いします。そしてイラハイ。まあこのイラのテレビとかが可愛いんだよね。あんなにした方どうぞ。はい、これからも頑張るんで、はい、もういいよ、みんながもう見守っちゃうなっちゃうでございます。そうそう、原子のこと、はい、いよいよジャガー横田さんの40周年のすごいね。トゥートゥーミーだって知ってるっすもんね、ジャガー横田さん ね、 ね、今回ね、この本当にね、あの、鉄板焼きマサさんがね、こういうプロデュースでね、こう言ってくれて、なんとね、10月1日のアクトシティ浜松大会もね、チケットももうソールドアウト寸前なんだけれども、旅立ちに特別に今日はね、出してくれたということで、今まだまだね、受付してるということでございますのでね、発想を持ってガストしていただきたいと思います。なんと当日ね、会場レポーターとしてケンシロウが乗り込むそうでございます。大丈夫ですか。大丈夫です。ひょっとしたらジャガー横田さんがね、旅ラジやってくれるかもしれません。これ貴重なね、アルタの合間で皆さん楽しみにしていただきたいと思います。10月1日ね、浜松アクトシティ大会でございますのでね、夕方、5時半ゴングでございますね。そしてね、ぜひとも皆さんね、このお好み焼きね、鉄板焼きマサさん、あの鈴木さんの店もね、ぜひとも皆さんね、食べに行っていただきたいと思います。イエーイ。そういよいよですね、10月の16日ね、西区スポーツさんのサッカー大会がね、開かれますけどね、本当にね、もう豪華なゲストでございます。洋平ちゃんも大好きな、ゆきなも来てくれます、もちろん来てくれますよね、本当ね、本当すごいね、もう1000人ぐらいの規模のね、大会になるということでございますのでね、トゥートゥーミーもね、歌ってくれるということでございますので、ひょっとしたらね、プレゼンターなんかもやってくれるかもしれませんね、頑張っていただきたいと思います。10月の16日ね、ユートの総合グランドの方でね、行われますので、ぜひとも皆さん遊びに来てください。さあ、シストケンシロといえば三日日牛バーガーでございますよね。この後の プレゼントもあるということでございます。ぜひとも皆さん食べに来てほしいですね。一言お願いします。いやね、皆さんね、三日日牛バーガーで、ね、心もお腹もバーバーバー。今宵はですね、トゥートゥーミーからスペシャルプレゼント、何がいただけるのかな。と CD がね、サインということでございますね。3名様にプレゼントということで、じゃあトゥートゥーミーね、抽選で1枚ずつ引いてください。お願いします。はい、1枚ずついいですよ。じゃあ、はい、いいですよ。はい、はい、じゃあ、よいで、はい、はい、じゃん。はい、そしてメアリも、はい、じゃあね、ラジオネームね、発表してください。はい、お願いします。はい、女王様おめでとう、拍手。はい、そしていろはちゃんは、ラジオネームワックンさん、横浜のワックン、おめでとうございます。はい、そしてメアリちゃんが、はい、ラジオネームダイちゃんさん、ダイちゃん、そして大橋清水の、はい、今宵はですね、メイヤジン君ね、がね、なんとね、誕生日ということでございますね。トゥートゥーミーの方からうちわをね、プレゼントということで、誕生日おめでとうございます。続きましてね、三日日牛バーガーのプレゼントでございますので、じゃあ盛り上げますると1枚ずつお願いします。はーい、じゃあ、はい、ケンシロー、はい、じゃあ、はい、じゃあ元気に発表お願いします。今頃メイヤ人でラーメン食べてる幻の人生、ありがとうございます。はい、ラジオネームめぐみさんです。めぐみさん、おめでとうございます。今日名古屋から応援ということで、ありがとうございますね。じゃあ三日日牛バーガーぜひとも食べに行っていただきたいと思います。さあ、じゃあ最後皆さん、合言葉いきますよ。いいですか、ピースとピースを重ねてください。しゃべりば旅ラジ、盛り上げマスレー、じゃあ手振ってイエスマー。